どうもこんにちは、漫画家のタッピーです。左利きのエレンを描いております。今日はですね、ついにリメイク版左利きのエレンが完結したということで、最高の気持ちで、一日過ごしております。本当に読んでくれた皆様ありがとうございます。なんか昨日ツイッターのトレンドとかにも結構上の方に入ってて、ヤフーニュースさんとかにも取り上げていただいて本当に感謝してます。ありがとうございます。まあ、何より皆さんのツイートでね、なんかもうお酒が進むという素敵な夜でした。本当に感想できてよかったです。ありがとうございます。原作版の方の第2部ハイプという方はまだまだこれからも続くので、もし続きというか朝倉浩一の朝倉チームの活躍が見たい方はぜひそちらも読んでみてください。今日はですね、左利きのエレンのエレンの絵ですね、グラフィティアートたびたび登場したと思うんですけど、そちらを実際描いてくれたアーティストの方がいらっしゃるんですね。で、ヨーダさんという私が連載前から親交の深いお友達のアーティストなんですけど、その人にお礼をしようという日にしたいなと思ってます。まあ完結の日に、エレンの中の人にお礼に行くという、日でございます。で、プラス今日いろいろありまして、実は新月また発売してます。新月の、マーク2、まあ、どこが違うかというと、形状とか素材とかベンタイルっていう素材は変わらず同じ新月なんですけど、仕様がちょっとだけ違って、ロゴの袖にロゴがついてるんですけど、ロゴの色が黒から白になってます。で、この仕様何かっていうと、実は原作の第2部の方で新月の再販版っていうのが登場するんですけど、それが物語の設定上再販した時はロゴが白になったっていう設定を出したんですね。現実でも再販だし、物語の再販の設定も沿ってるっていう、まあ、なので興味ある方はぜひ今、予約販売中なので、概要欄にリンク貼っとくので、ぜひ詳細など見ていってください。で、新月発売するし、瓶でその新月の現物と先日動画でも紹介したヤビクさんとのアーティストヤビクさんとのコラボレーションアイテムも展示してます。で、ヤビクさんの実際の作品も展示してるんで、今瓶は左利きのエレンの聖地として今中目黒にあるので、もしよかったら皆さんも中目黒瓶に足を運んでみてください。で、話戻すと、今日ヨーダさんにお礼のご飯を行くので、その時に同じアーティストつながりでヤビクさんのなんかアイテムを1個ヨーダさんにプレゼントしたいなと思って、それを選びに行こうと思います。じゃあちょっと瓶に行ってきます。瓶です。あなた店長ですか？ヤビクさんのコラボレーションラインです。カメラマンがありがたいですね。もうエレンの聖地と化してますけども、ここにね、ニフニさんのサインもあります。新月の展示もしてるんで、ここで実際試着して、予約もできます。あ、カメラマンがすごい恨みを持って、今着てるのサイズ何？ T シャツ。これ大きい方ですね。パパ、そうですね。L。パパ、いいですね。あ、いいです。いつ着てもいいですね。そしてやっぱ AK5 のありますね。いい。いいよね。うん。かっこいい、普通に。そりゃそうよ。だって本気だもん。ニューヨークにいそう。これが、このロゴの色が、再販版では今回の、セカンドバージョンではここは白になってるんで、なんか AK5 ってアピールしたい人には今回のもいいんじゃないかなと思ってます。ニコ持ち？ニコ持ちもうどうぞえ、それは光るんだっけ？これ光んない。これはベンタイル版っていう元軍用の。良い良い良い、やっぱカッピーって感じです。カッピ
キって感じは困る。エレンって感じ。あ、でこれがあのヤビクさんのね T シャツ。で実は今からあの、うん、今夜さあのヨーダさんとご飯行くじゃん。うん、ヨーダさんにどういうかプレゼントしようと思って。おお。あのエレンのグラフィティアートを描いてくれたヨーダさんとご飯行くんで、なんかどれか一個プレゼントで買ってこうと思って。女性なの。女性でおすすめな。ミント可愛いと思いますよね。持ってて。うん。ニットにしようかな。うん。僕160センチぐらいです。はい。で下ですか。M サイズです。M サイズ。はい。M サイズかな。うん。女性なら M ですよね。いいと思います。どっちにしろかなり大きく着ていただけると思うので。うん、めちゃくちゃかっこよくないでこれ。かっこよい。すごいめっちゃいいのかな。なんかアホみたいな説明になっちゃったけど。着てみてよ。あ、じゃあこれは着ます。スカートとか履いたらちょっといいですね。女の子っぽい感じで着て。ああ、確かに。スカートとかね、うん、あ、でも M で良さそう、うん、あ、絶対 M だわ。 M でもこんだけなんかあのオーバーサイズだから可愛い。いいですね。可愛い。似合うよ。ニットって意外といけるんですね。ニット初めて着た人今の感想ニット初めて。ニット初めて来たから。ママ笑ってる。ママ笑ってる。出したな。でも T シャツ可愛い。T シャツ可愛いよね。うん。で、うん、その絵いいよね。うん、これめっちゃ可愛い。うん、いいです。これが推しです私の。はい、ありがとうございます。でもまあプレゼントはニットかな。うん、ニット嬉しいと思う。うん。はい、買わせていただきました。ちょっと矢部さんの作品この値段で買えるのやばいっすよね。まあ普通に世に出回ることないですからね。うん、うん、まあファッションとアートが融合するってまあ今ハイメゾンとかブランドとしてもよくあるわけじゃないですか。うん、その中でもまあ矢部君って結構世界的に評価が高くなってるアーティストだから、それが AK5 とまあ現実的にこうやってできちゃったっていうのがすごい超貴重だと思うんですよね。あの普通に無理だからね。あのヤベクさんに普通にあのコラボしようって今無理っすよ、ね。うん、感謝ですよ。そのためにねアートワーク作ってくれたんで。水買いに行こう。今回のために作ってくれた2点。え、これは買えるんだっけ。買えないのか。これはちょっとあの販売しないことになったので。いやすごい本当に。だからその超貴重なアート作品がこう手元で楽しめるのが今回の AK5 のコレクションで、うん、普通にもうあの自分がやったからとかじゃなくて普通に絶対欲しい。いや欲しいこれは。いや今夜これあの与田さんに渡しておきます。こちらです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これプレゼント。AK5 のニットでございます。え、マジで。ニットです。マジで。すごい。あのヤビクさんっていうあのアーティストさんとのコラボで、うん、あの後ろにヤビクさんの絵が入ってます。マジで。いいでしょう。かっこいい。いいでしょう。コラージュアート。すごい。ニットにすごい。かっこいい。しかも後ろなんだ。めっちゃ着ます。ぜひ。手触りいい。ね、うん、いいでしょう、それ。すごい気持ちいい。いいやつです。うわー。嬉しい。黒大好きなんで。ですよね。いや、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ちょっとお礼の兼ねて素敵。はい、いいんですか本当に。はい、うん、いいよ、ドッキリじゃないよ嬉しい。たくさん来てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にキャラの顔がめっちゃ良くなりましたよね。いや、本当にもうめぐみさんはすごいです。読み終わった後、また一回読みましたもん。あ、ね、顔がっていう、生きている、皆さんの成長というか進化がすごくあって、まず伊藤さん絵上手くなった俺はいいのよ
エレンさんの絵の綺麗さはすごいです。進化がやばい。いや本当にねすごいよね。やっぱあのアーティスト的にもすごいと思う。うん、そしてなんかデザイナーみたいな描き方しますよね。あそうだね。まあ元々デザイナーだったです。すごい色の入れ方がおしゃれ。うん、すごいよ。もうなんか作家性がもう確立されたり、うんうん、目がねすごい綺麗なんですよね。いやおかげさまで。いやとんでもないです。中目黒でパスタ食べてエロに書くには心配。あの日から天才の天才の絵を描いてほしいんだけどってお願いしたは天才に頼めやんって天才、天才だと思ったんだ。いやいやいや天才に頼んだつもりやった。あれ以来会社とかで要天才みたいないじんのやめろっておエレンの、エレンの中の人。そういやでも実際あの別にこれ謙遜な謙遜しないでほしいんだけど実際さ あっこからさ売れましたじゃん。売れました。売れましたよね。売れました。普通に、うん、あの結構前だけど。そうあの Facebook の本社のコラボイベント唯一の日本人で呼んでもらえた。いや本当に。やば。もう普通にエレンちゃんとそういうのエレン日本人で唯一海外に呼ばれるエレンちゃん安直やけど。いやでも本当になんかすごいあのまあさすが俺の目の付けどころが良かったな。本当にあの辺快進撃がなんか自分の実力じゃない運が回ってやばかったです。分かる。俺もあの分かるよ、うん、運だったなと思う、うん、運だったけどやっぱ代理店で培ったノウハウめっちゃフルに活かしてるじゃないですか。いやでもだから俺の手柄としてはやっぱりそのカッピーに協力してやろうみたいなその可愛げ、うん、人としての可愛げ溢れ出す可愛まだ可愛さ売ってる溢れ出す可愛さがやっぱり37にしてもやっぱりまだ衰えずあるということかなって。だから俺は別に本人は何もできないけど周りが可愛がってくれて生き延びてるという愛されキャラゆえに愛されキャラゆえにうるさいわじゃあそんな感じでじゃ あのお礼にお寿司を、はい、あの一緒に食べましょう。いただきます。お疲れ様です、はい、ありがとうございます。